大丈夫です。<laughs> こんばんは、皆さん。お元気でしょうか <laughs> ?YouTube 始まりましたよ、皆さん。もうね、めっちゃもう、デイジ久しぶりなんかもう、久しぶりの生放送でございます。えー、お相手は DJ マークワードル高行きです。よろしくお願いします。はい。 <laughs> ま、あの、何の拍手かわかんないんですけど、なんかとりあえず嬉しい。うん <laughs>。ずっとあの、収録放送だったんでね、1ヶ月近くだったんじゃないから収録放送だったんでね、すごい。もうね、なんか忘れてた <laughs>。このあの、生放送のやり方を忘れてました、僕は今日 <laughs>。 <laughs> まあそんな感じで今週もねあの頑張っていきますんでよろしくお願いしますえ今週はですねあの生放送ですんでねあのメールたくさん待ってますんでよろしくお願いします、えー、メールの宛先です 797-FM ギノワ .com797-FM ギノワ .com でお待ちしております、えー、ツイキャスユーストリームでも見れるんでね、えー、パソコンでも楽しんでくださいよろしくお願いします、えー、今日はですね、えー、普天間高校39期 えー、9期の同窓会の実行委員のメンバーの方々が、えー、ゲストで来てくれてますので楽しみにしてくださいよろしくお願いしますまあ今日はねちょっとあの生放送久しぶりなんでね巻き合い十分、えー、テンションマックスでいきたいと思ってますんでよろしくお願いします、えー、この番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ 歯を守ることそれは命を守ること個人脱歯科クリニックまるごとラスクが大好評のワイズサポート酒類全般輸入卸し通信販売上ワイ商事アパートの修繕リフォームならショーンプレスの提供でお送りします今週はねちょっともう何かが起きそうな気がしますよろしく はい改めまして、こんばんは。YouTube の時間になりました。お相手は DJ マークアードル高行きです、えー。今週も30分間よろしくお願いしますね、えー。今週は10月の28日ですよ、皆さん。早い、そして暑い。暑 <laughs> いでしょ。もう、ふざけんなっていうぐらい暑いよね。もう、まあ、朝夕はいいよ。 朝夕は確かにちょっとは涼しくなっております。だけど昼間よ。やばいでしょ、これ。ねえ。<laughs> 30度、31度って、ねえ。<laughs> 本当に。もうハロウィンね。街はハロウィンですけど、暑いですよ。うん。えー、早速メール行きましょう。メール来てます。 えー、亀田さん、スタッフの皆さんこんばんは。お久しぶりです。久しぶりに生放送が聞けるとあってドキドキワクワクしています。今日はゲストもいらっしゃって、楽しい放送になりそうですね。楽しみにしています。今日も最後まで縛りをえー youtube ネームが白山団地の三女さん,さんありがとうございます。本当にね。もう久しぶりですよ。まあ久しぶりにやって分かったことはやっぱり生がいいうんね。 ハハ、はい、<laughs> まあいいかええもう本当に生放送っていうのは楽しいですよねだからどんどんねあのメッセージリクエストあリクエストは無理 <laughs> もうきょ日かける曲はもうあの決まってるんでねあのリクエストはちょっと勘弁してほしいんですけどあのメッセージ どんどんあの送ってください。よろしくお願いします。えー、ただいまあの採用率100%ですんでね、よろしくお願いします。えー、FM 際の,のねユ、あのーストリームとかツイキャスでもねあのコメントできますんでよろしくお願いします。えー、まずね、最初は今週の1曲っていうことでね、えー、お届けしてますが、えー、今週はですね、ラーブサイケデリコの特集でいきたいと思っておりますよ。えー、まずはね じゃあもう、えー、しのごの言わずね、まあ、1曲聴いてみてくださいね。僕はね、このラボサイケデリコっていうバンドを、この曲で初めて知りましたね。最初ね、聴いたときはね、もう絶対ね、あのー、アメリカ人だと思ったんですよ、僕、アメリカ人。うん。で、アメリカ人の人が、まあ、ちょこっとね、あの日本語を交えて、 まあやってるんだろうなっていう感じで、えー、思ってたんですけど、まあ、日本のバンドだったということでね、えー、じゃあまず聴いてください「ラブサイケデリコで YourSong! はーいどうですかラブサイケデリコの YOURSONG をお届けしていますが、かっこいいっすね。あのラブサイケデリコはね、あのボーカルのクミさんと、えー、ナ,オキナオキっていう人のね、えー、ナオキって言ってもあの、チナナオキさんじゃないですよ。あの <laughs> ナオキっていう方のね、あの2人のねあの、えー、デュオっていうか、2人組なんですけどね。 えー、1977年、青山学院大学の音楽サークルで出会った2人はバンドを結成。なんとですねこの y o u s ソング、この曲も入っているファーストアルバムは2人が作ったデモテープがそのまま CD になっているんですよね。まあ、それだけはもうクオリティの高い音楽性が、えー、最初からあったということになっております。えー、ラブサイケデリコで Your Song お届けしましまた はい v e s a i k ね d e、えー、今週はあと2曲ぐらい書けるんですけどね楽しみにしていてください。えー、メール来ております紹介しましょう。かよださんスタッフの皆さんごきげんよう炭水化物を控えないでダイエットする方法を模索しているラジオネームドッカンさんありがとうございます。もうそんな方法あったら教えてくれ俺にもね <laughs>、えー。11月手前だというのにこの夏日は何なんでしょうか 今日の夕ごはんは冷やしそうめん、えー。サバ缶水につけだれにします。渋いチョイスですね、ドッカさんね。<laughs> 時間まで楽しい番組頑張って。リクエスト、ジミヘンでワイルドシングとありますけどね。すいません。ドッカさん、ジミヘンはね、今度ジミヘン特集しますんでね。その時楽しみにしていてください。よろしくお願いします。えー、本当にね、えー、冷やしそうめん食べても十分だよね。もうそれぐらい。 暑<熱>い <laughs> 本当にハロウィンの話をしようと思ってたんですけどね、全然そんな気分じゃないよね、こう気候的にはね、なんかね、うん、暑 <laughs> いんじゃないハロウィンのなんかこうドラキュラの格好とかいろいろやってもさ、この時期ふさわしいハロウィンの仮装って言ったら、もう裸の大将ぐらいでしょ、あの、半ズボンにランニングのね、あれでいいぐらいじゃない今 <laughs> 僕はお,おにぎりがみたいなね、それぐらいがいいぐらいじゃない <laughs>、ね、<laughs> いや、もう本当にそんな感じですよ。えー、じゃあね、えー、まず、えー、2曲目いきましょうか、今週ね、えー、2曲目の紹介は、まあ、あのラブサイケデリコをかけるんですが、えーまあ、この曲でね、もう大ヒットを飛ばして、ね、ラブ、えー、サイケデリコは。 一躍トップスターになることになりました。じゃあ、えー、いきましょうかね、えー。この曲かけた後に今週のゲスト紹介しますんで楽しみにしていてください。じゃあ、えー、3曲目です。聴いてください。ラブサイケデリッコでラストスマイル Last Smile。 はーいラブサイケデリコで、えー、ラストスマイルをお届けしておりますじゃあここでですね、えー、皆さんお待ちかねの今週のゲストの登場ですどうぞえー、今日は本当にどうもえー、いらっしゃいませはいこんばんは <laughs> 先輩なんでねすごくやりづらいところもあるんですがまあ今日はね ちょっとブレーコー的な感覚でいいですか途中で YSP 出すかもしれないいいですかヤッシージャパワー出ますかちょとすかもしれないじゃあのちょっと紹介遅れとすみませんじゃあの一人ずつじゃあの自己紹介の方よろしくお願いしますはいじゃ私からいきましょうねはい普天間高校三十九期はい同期会はい実行委員のはい平野実行委員の前原と申します平野実行委員なんですかこちら副会長ですあはいじゃあお願いします はい、皆さん、こんばんは。えっ、ー、初、ね、めまして。えっ三十九期同窓会の実行委員副会長。をやっている、る <laughs> えー、佐喜真優子と申します。よろしくお願いします。前原さんと佐喜真さん、今日は、あのー、本当にいらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、ますえっとですね、あのー、まあ、先週、先々週から、まあ、あの、ちょっと紹介はさせてもらってるんですが。まあ、改めまして、はい、事務的なことは、私が今、ちょっとお伝えしますんで。はい、その後は、もう、あのー、どんどん膨らませてください。<ー>先輩方。じゃ、あの、じゃ、まず、事務。 報告からいきましょうね。はい、えー、ふてまごご39期同期会が、えー、今度の11月の5日土曜日6時からあります。場所が宜安、えー、宜野湾市、宜野湾市役所向かいの JA ジュビランスの4階ですね。えー、で、会費が男性6000円、えー、女性が5000円、で、同級生が夫婦だった場合、1万円ですね。はい。はいえー、写真大込みということになっております。 振り込み先、皆、会費の方は今、振り込みでなさってるんですよね。これ当日も一応あれですか全然ででで。ででででで、すす。すすか。振振込込ははは前日日ま当もうう先にについいてね、ね、インターネットととと検検索索普天間高校期れば掲示板が出るここちらの方 え前もって振り込みしたい方はこちらの方にあの振り込み先は書いてありますのでよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、一応あのチ、はい、ーナ方、事務的なことは終わりましたけど大丈夫でしょうか。はい、あ、これで,で。<laughs> ありがとうございます。はい、であのー、あここでですねなんとオカリナチーナさんから、えー、メールが来ておりますよ。<laughs> ちょっと読ませてもらってもよろしいですか。どうどうどうど,うどう <laughs>、えー、メッセージ、えー、オカリナチーナです。 今日は普天間高校39期の同期会告知ありがとう、実行委員のお二人も頑張ってね、僕は今、金沢に出張中でして、そちらの応援には行けませんが、ユーストリームで聞きますので、たくさんの同級生が集まりますようにということですね、<ー>えー、来てますんで。ありがとう、オカリナおじさん。オカリナおじさん、今、聞いてますからね、オカリナ、チーナさんね、僕はもうあの後輩なんでね。 お借りのおじさんとは言えませんけど、ね、言えない私が許すよ、そ <laughs> うですか、いやあとじゃあ,あの、まあね、あの今あの、事務的な報告が終わったんですけど、はい、この後、まあと、いろいろちょっとお話伺いたいんですけれども、余興とか、あ<ー>こんな感じですかそうですね、余興も今回は、前回はなかったんだよね、余興的なもの。 なかったらしいんですけど今回は一応さっき出てたオカリナおじさんのライブとあライブとはいで府田間高校の府田間高校といえば高校野菜で踊ったスリーディグリーズそうですね言っていいの内緒じゃなかった取る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 ごめんねあるんですねやっぱりね伝統ですよねそうですねあの なんか最近は同窓会でもこれが伝統になってるような感じそうですね、私、縁あって去年、ちょっと見させてもらったんですけどやっぱりすごい盛り上がりでしたよ。後輩ていうことなんで、これも継承していって、三つ下の同窓会の時には。やるように、やるようにいってますね。お前、原さんはバンドもなさってたということで。 今回はバンド演奏はやらないんですか今回はバンド演奏もやらないですね。え、マジっすかそうなんですよ。バンド離れて何でになると思いましょえ、そうですかだけど、ボーカルだったということでね、前原さんは。なんか、世紀末とかやってましたいやいや、今は古天間の石川さゆりって呼ばれてますけどね。よくわかりませんけど、先輩。でもなんか、あのね、デーモン小暮のモノマネが。 <や>得意ということで、得意ではないですけどいやなんか聞,いた<ー>聞きましたよ、ここで YSP 出しましょうかね、あもうぜひお願いします、<laughs> ここで <laughs> <ー>一発、ワン湾市内全域に向けて、ちょっと行っちゃってくださいよ、<laughs> 先輩、お願いします。前振りで やるすごいやりにくいふりでしょ。超やりにくい。最後にね。あ最後に。じゃあの最後にあのお言葉もらうときにあのすっごいモノマネが面白いんでハードル思いっきり上げてる。まあハードル三メートルぐらい。山田さん三メートルどこ。台所もういう。えとねあのお隣にいらっしちゃう滝山さんね滝山さんも今回どうですどうしてもこの人に会いたいっていう人。 ぶっちゃけで言ってしまいましょう。今 <laughs> 固まってしまった。痛 <laughs> かった。<laughs> まあ、あ、でもねい。いっぱいつられてきたので、<laughs> あでもこればっかり悪いですよね。ね<ー>あの合、ね、わなければよかったっていうパターンがほぼ90%を占めてるらしいですからね。やっぱりね。ね同窓会で。 まあお互い男女お互いに、そうですね、<laughs> 夢は夢のままで、<laughs> 初恋は初恋のままで、みたいなだ,、ね、<laughs> だから私も当日は、カツラ絶対外しませんからね、<laughs> 3D グリーズのカツラのままずっといきますそうなんですか、はい、<laughs> 群れてもっと、あごめん、ごめん、<laughs> ごめん、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 いやー、ちょっとあの後輩としては突っ込みづらいトークがあの続いておりますけれどもね、あれ <laughs> もね、僕もあの天山高校ですけど、はい。 あの当時の先生方も今回どんなです。いらっしゃる方もいるんですか。そうですね。うん、えっと六名。五六、うん、名。は結構いらっしゃいますね。ああ、そうですか。ああ、すごいじゃあ、すごい楽しみですね。そうですね。うん。誰か誰かわからなくなってると思いますけどね。<laughs> そうですね、よく言う、誰が先生か、だんだん分からなくなってきますよね、やっぱりね。でもやっぱり同級生の方でも、ものすごく久しぶりに会う方もいっぱいいると思うんで、そうですね本当に卒業して会ってないのがほぼほぼですよねだと思うから、それはそれで楽しみだと思いますたこれきっかけでまたこれからいろいろ交流したりとか、楽しみですよね。 えとですね、先輩方、大変申し訳ございません。はい、30分番組なので、はい、そろそろお時間になってきました。これはじゃああれですか、やっぱり佐喜眞さんの方から最後のお話はいただいた方がやりやすいですよね、先輩ね。大丈夫ですからね、<laughs> 私は平野実行委員ですから。<laughs> じゃあ、副会長の佐喜眞さんからね、はい、まあ今回あの、まあ、同級生に向けてのメッセージでもいいですし、はい、まあちょっとお願いできまますはいいかりししたお願ます はい、えーと、このような機会、どうもありがとうございます、はい、そしてふてまここ第39期の皆さん、す、え、で、ー、に100名ぐらいはもうあの申し込みとか、いろいろ来てるんですけど、まだね、いまいち悩んでる方、ぜひ楽しい会になると思います、1時間間に合わなかったら、2次会もありますので、ぜひ、通るのお店、ふるさとに声かけてくださいあの、懐かしい思い出話、12年後、会えるかな、今回来ないと後悔するよ、<laughs> って来てくださいね。<laughs> はい、いいううすす、ね、ありがとうございまま次どうぞお願いします <laughs> みんな必ず来 <laughs> いや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 。 これはもうスタジオだからこんな雰囲気ですけど、今もう技能アンシジュ独管独管ですね先輩。本当に。いやありがとうございます。今ので大丈夫です。いいです。もうもうもういいです。いいですか？本当ですか？私もこれやあのほぼ三十年ぶりなんで。マジっすか？いや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 でも本当ありがとうございます。こちらこそ。いや今日はあの本当にありがとうございました。十一月五日土曜日ですね。夕方六時からジュビラス四階で二俣小三十九期同機会があります。今日はあの

はい。お届けしている YouTube も、えー、残り時間わずかとなりました。今週はゲストのも来てくれて本当にね、ありがたかったです。楽しみです、えー。楽しかったです。えー、11月5日の二山高校の同期会、えー、大成功してくれるといいなと思ってますんでよろしくお願いします。この番組は、ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ。歯を守ること、それは命を守ること、ちんなし化クリニック。 マルコとラスクが大好評のワイズサポート酒類全般輸入卸し通信販売上位 y 商事アパートの修繕リフォームならショーンプレスの提供でお送りしましたはいえー、来週からもう11月なんでねなんかインフルエンザも流行ってるみたいですけど皆さん体調には気をつけて頑張っていきましょうじゃあまた来週お会いしましょうバイバーイお相手はマークワドル高行きでした